にご来場いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからですね、一般公募の有志の皆様によるショートドラマで SDGs を体験していただきたいと思います。じゃあさんちゃん、皆さんに SDGs について簡単に説明してあげて。はい、セリフなんだっけ。ですね、セリフはありですね、じゃあ私が説明させていただきます。SDGs というのはですね、国連で採択された2030年までに達成すべき17の目標のことを言います。これからですね、それぞれのテーマに沿った作品を3つほどやりたいと思います。はい、じゃあさんちゃん。はい、じゃあ最初はですね、新設桃太郎合戦 B バージョンです。はい、よろしくお願いいたします。いいな、いいな、美味しいおやつに太ったご飯、子供の帰りを待ってるだろうな、僕も帰ろう、家へ帰ろう、でん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 に帰ってバイバイバイ。わーい、わーい、紙芝居読んでほしい人、この指と
節桃太郎合戦 B バージョンでした。はい、どうだったさんちゃん。うん、面白かったけどちょっと考えさせられたな。そうですね、自分もちょっと今日今朝のニュースでいろんなことを見ましたので、ちょっとまあそうですね、子供たちがずっと笑って過ごせるような未来を作り続けていきたいものです、本当に。そうですね。ちなみにお兄さん、次はどんなお話ですか？次はですね、また別の SDGs で、ショートドラマをやりたいと思います。では続きまして、ショートドラマあやとあさんもんです。はい、よろしくお願いいたします。大好きなんだこの世界が、大好きなんだこの世界が。どうして？ちょっと
さっきとはストーリーもキャストも違います。では新設桃太郎合戦 A バージョンの皆さん、よろしくお願いします。今になってあの時のあの人の気持ちがわかるから、後になって今の君の気持ちをわかることにするよ。今から千年後の未来の話です。世界は一周回って昔話の世界に後戻りしていました。
めて、おいらは桃太郎と名付けられた。ほう。それで、お前、桃太郎か。僕はシャンポン。あれの友達。シャンポン？何言ってんだ。その格好、どう見たって桃太郎だろ。まあいいさ、行こう。行こう、行けよ。おい、ふざけてるのか。本当のこと言え。バレたか。僕は確かに桃太郎だ。ふう、やっぱり桃太郎じゃないか。おい、桃太郎。ここでおいらと、決闘しろ。わかった。さあ、勝負だ。こいつを落としたくないんだ。
人間の桃太郎、どうかこの争い負けちゃくれねえか。バカ言うな。さあ勝負だ。ガタ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 。一日考えよ。よく考えよ。爆弾の設計図はもうできちまったんだよ。この争いは負けてくれ。交換庫ってわけか。いや、達
のキャストの方を紹介させていただきます。はい、じゃあまず最初にですね、はい、まず最初に新設桃太郎合戦 A バージョンの皆さん、はい、ありがとうございました。本日は本当にありがとうございました。